清塚信也 x タイムラジオやったことないのに <laughs> 急にえここからは明治チョコレート効果とコラボしたコーナー「チョコレートコネクト」<music> いいですね大人の品格「チョココネ」 チョコレートと共に心も体も豊かなひとときをくれますようにリスナーの皆様と私と音楽とコネクトいたします9月のテーマはウキウキした話ということでね皆さんウキウキしてますか、ね、?9 月ね、まあ、だんだんこれからね涼しくなってって10月11月あたりになるとね季節がふっと変わるときってなんかウキウキするよねうんあ 今年もあのコート着る季節が来るんだな、なんてね。うん。さあ、えー、皆様のウキウキ。なんだろう。えー、ラジオネーム、えー、ラジオネーム、リンリンさん。えー、お昼休みはウキウキウォッチン。あ、お昼休みはってやつか。はい。タモさん。笑っていいとも懐かしいです。清塚さんもちろんご存知ですよね。確かに。うん、好きだった。よく見てた。出れなかったなぁ。 うん、出たかったなタモさんとはね、M ステで時々ご一緒になりますけどもね。うん。なんかタモさんってやっぱりすごいこう、大きいんだよね。もちろんね、あのー、お体はね、そんなに大きくないけども、すごいこう、海のようなというかね、大地のようなというか、うん、なんか大船に乗る、 っていう感じで、まあ、気前がいいとはまたちょっと違うんだよね。いらっしゃるだけで何かがこう進んでいく感じがあるっていう大きさ。うん、偉大さみたいなのに近いのかな。不思議な方ですよね。え昔友達と新宿アルタ前にいたら、スタッフの方が、番組観覧できる方と募集を呼びかけていて。えー、そうなんだ。当日募集なんかするんだね。 私と友達を含めた3名が急遽観覧できることになりました。おお、思いがけない事態にエレベーターでスタジオに上がる間、浮き足立っていたと思います。浮き浮き。<laughs> えー、観覧はとても楽しく、生タモリさんにワクワクしました。えー、何曜日だったんだろうね。誰がいた時だろうね。すごいよね。あんな近くでね。毎日のように芸能人を見る。 番組だもんね。すごいよね。今考えてみればね。うん。ね。ワクワク。でもそこはウキウキって言ってほしかったけどね。<laughs> 最後の締めね。またもリさんにワクワクしました。ウキウキしました。だと思うんだけどな。うん、まあね、うん。それはまあ、しょうがない。いいです、いいです、ねえー。でもな、出たかったな、あの番組な。 なんか時々、あの、うっちゃんなんちゃんさんの時だったかな。あの、ビーズのさ、なんかの曲が怖い CD として出てきた回があって、覚えてる方いらっしゃるんじゃないかな。めちゃめちゃ怖かったな、あれ。なんか、ビーズの、あの、曲の入っているはずの CD なんだけど、ラジカセに入れて聞くと、全然、 違う音が、しかもなんか、うえー、みたいな。で、それ生放送で実際に聞いて、本当に違う。で、増換号だかなんかの時に、また、それを聞いてみるんだけど、また違うのよ。それはめっちゃ怖いんだって。あれ、ほんとたま、お昼なのに、留守番できなくなったもんな。めっちゃ怖かった。うーん。でも、 ウキウキした。<laughs> うん、いやあ、あれはウキウキしたなー、うん。ぜひね、覚えてる方は共有しましょう。 でも子供時代にあの番組があって私はねすごい人生豊かになったと思ってます嬉しいですねうんさあということでりんりんさんありがとうございましたえりんりんさんには明治チョコレート効果をお送りいたします番組では引き続きメッセージを募集しております9月のテーマはウウキウキした話でございます皆様のウキウキエピソードを添えてお送りください それではここで動画配信限定のキーワードプレゼントです。明治チョコレート効果5個セットを毎月5名様にお送りいたします。9月のキーワードはスキップ。スキップね。いいですね。ウキウキにスキップ。最高です。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ぜひご応募ください。 清塚新「ッ x スタイムラジオ」ここで明治からら耳寄りなお知らせです明治チョコレート効果は最近流行りの低 GI 食品低 GI 食品というのは糖の吸収が穏やかな食品のことですどれくらい穏やかかって これぐらい穏やかです。糖の吸収が穏やか、つまり甘いものは食べたいけど健康には気を使いたいというあなたにぴったりなおやつなんです。しかもカカオ72%なら1箱で 1905mg もポリフェノールが取れます。ポリフェノールは体に留めておくことができないので美味しく摂取できるのは嬉しいですね。健康を考えるあなたへ、低 GI 食品の明治チョコレート効果、 ぜひお近くの取扱いスーパーコンビニでお買い求めください。